葛藤に対するあるあるっていうものが描かれるんですけど、そこはやっぱディズニーとかよりもやっぱ深刻じゃなくて楽しい感じでずっと見せていくっていうのが、そこがやっぱイルミネーションの力かなっていうか。はい、じゃあお題です。今日も新作映画のレビューをしていきます。今日はシングネクストステージです。ミニオンズとかの、イルミネーションの、アニメ映画ですね。まあ、前作、シングがあって、まあ、それが、2017年で、まあ、5年ぶりの新作なんですけど、まあ、劇中でも、まあ、リアルに、5年間経ったっていう、まあ、設定で、まあ、始まってるんですけど、2年ぐらい前に1回見て、まあ、それで、まあ、今回見るので、まあ、見返して、まあ、吹き替えと字幕、両方見たんですよね。で、どっち行こうかなと思って、で、字幕の方がいいなと思って、まあ、字幕行ったんですよね。もう字幕の方ですね、まあ、めちゃくちゃ良かったですね。で、まあ、その前作ですね、シングの方、まあ、最初見た時これグレイテストショーマンだなっていう感じがあって、まあ、それぐらいこう話がすごい似てるなっていうところがあって、前作見返してですね、あ、結構なんかすごいことしてるなっていうのがあって、全然そのカタルシスないんですよね。最後の最後にそのでかいミュージカルシーン持ってくるだけで、それまでってずっとなんかこう何一つ成功体験がないっていう、まあ、状態でずっと進んでいくっていうのがあって、なんかそれってなかなかすごいなっていう感じがあって、まあ、その一つ一つのアクションとかまあ、面白いんですけど、もう物語的な、なんていうかな、価値っていうのが一個もないまんま進んでいくっていうのがあって、その前作でその取り壊し寸前 の、 劇場が、まあ、いろんな才能が集まって、まあ、再起するっていう、まあ、そういった話ですね。まあ、そこからまあ5年経ってずっとその劇場はまあ満員御礼なんだけど、でその都会のなんかプロデューサーっていうか、人がやってきて、それを見た時に、あなたがやってることは三流だって、まあ、田舎でやる分にはいいけど、まあ、世界では通用しないというふうに言われて、まあ、それでまあちょっとカッとなって、じゃあ俺たちもやろうじゃないかっていうことで、まあ、都会に行ってオーディションを受けるっていう、まあ、そういった話ですね。大物プロデューサーにやってみろって言われて、まあ、そこでハッタリ力を出してやれますよって言って、よしやろうって言って、まあ、それでまあ3週間後ぐらいにやるっていうことで、まあ、そこでクレイ・キャロウェイっていうずっと引退してて、まあ、そいつを引っ張り出そうっていう話になっていって、その新しいミュージカルをやるっていうことと、その引退したそのミュージシャンを引っ張ってくるっていう、その2つでまあドタバタするっていう、まあ、そういった話なんですけど、まあ、その SF ミュージカルをやるっていうことになるんですけど、そのセットとかの作るところとか、その今までやってきたことよりも全然すごい規模でやるっていうことになって、大規模なことをするっていうこと、まあ、それはその自分たちだけじゃなくて、その周りのスタッフとかそういった人たちがそのたくさんいるっていうこと、ちゃんと適切に指示すれば全員動いてくれるっていう、なんかそういったものを任されるっていう、まあ、それをいきなり任されるっていうことが、まあ、すごくまあ見えてきて、まあ、それはすごい良かったし、その大物プロデューサーのまあ娘がこうやりたいやりたいって入ってくるっていうのがあって、歌は上手いんだけど芝居やらせると棒読みっていうのがあって、そのどうしようかなっていうのがあったりとかですね、まあいろいろごちゃごちゃしてくるとかですね、そ う、まあ、そういったまあ葛藤に対するあるあるっていうものが描かれるんですけど、そこはやっぱディズニーとかよりもやっぱ深刻じゃなくて楽しい感じでずっと見せていくっていうのが、まあ、そこがやっぱイルミネーションの力かなっていうか、最初から最後までずっとテンションが高いままでとにかく突き進むっていうのがもうやっぱイルミネーションのカラーだなっていうのがあって、やっぱそのまあメインキャラのミニオンズですね、まあ、あれにもすごい現れてるんですけども、そのイルミネーションの理念っていうのがその、まあ、ミニオンズっていうのにすごい投影されてる感じもあるっていう、まあ、ロジックでどんどん積み上げていくっていうことはしてるんだけど、表向きそれを見せないっていう、ただただその一つ一つの場面を楽しく見せていくっていう、まあ、その本当にこう子供向けっていうか、やっぱそのディズニーっていうのが社会性っていうのはすごく強く持ってるからこそ、やっぱそこと対抗馬としているからこそ、そういったものをやっぱそのなんて表向き感じさせない、ずっとな楽しいっていうファンタジーでいさせるっていう、まあ、そういったやっぱ力っていうのが、まあ、そのイルミネーションだなっていう、まあ、感じがあって、まあ、いろいろ深刻なことが起こってる風なんだけど、そこを感じさせないし、それを軽く受け止めてるっていうわけでもないっていう、そこのバランスはやっぱすごく良かったかなと思います。で、まあ、僕は個人的にすごい良かったなと思うのはですね、今回SF ミュージカルの中で、まあ、いろいろ配役を決めていって、その主役はロジータっていう、お母さん豚ですね、あれにその主役をやらせるってなった瞬間、あ、この映画勝ったなっていう、感じがありましたね。その、まあ、前作を見返した時に、最後までずっと溜めたままなんだなっていうのを、こう、分かった中で、まあ、その中で一瞬だけ開放的になるシーンがあるんですけど、それが、そのロジータが、閉店前のスーパーで、買い物してて、その閉店前の曲が流れて、
流れてるところで一人でこう踊り出すっていうのがあって、まあその彼女は歌が上手いんだけど、で歌とダンスをやらせようってなってダンスができないっていうのがあって、それはまあ恥ずかしいとかそういったものがあるんだけど、まあそのタンゴだったかフラメンコに乗せてこうバーって踊るっていうシーンがあって、まあそこがやっぱすごい良かったなっていうのがあって、でそのロジータっていうのがそのまあ母お母さん豚で、その子供がたくさんいて、で夫もいるっていうことなんですけど、その夫がこうなんていうかな、ただ紋切り型のその生活を続けてるっていうか、仕事して帰ってきたらすぐ寝るとかですね、起きたらすぐ仕事に行っちゃうっていうのがあって、彼女がオーディションとか、まあ、行き始めて、でそのなんていうかピタゴラスイッチみたいな、そのなんか家事マシーンみたいなのを作って、まあ、ずっとやってるんですけど、ロジータが家に帰ってきてベッドに入ろうとすると、で夫はもう寝てるんですよね。でそこでまあ寝言で、君はちゃんと毎日よくやってくれてるよって言うんですよね。でまあそのロジータはその、まあ、家事マシーンを作ったことによって、あ、自分がいなくても大丈夫だって、その気づいてないなって、だからそのちゃんとレッスンとかもできるなっていうことでちょっと喜んでるような顔してるんだけど、まあ、実際のところその夫はその普段のその妻の家事っていうものに対して一切何もその認知もしてないんだなっていう、なんかそういったまあすごいリアルな部分っていうのもまあうっすら見せてくるんですよね。やっぱそこがあるからこそ、そのロジータっていうそのなんていうかな、家事に追われてその抑圧されてきた自分の夢っていうのがあったんだけど、それも捨ててそのずっと家事にまあ没頭するしかなかったその彼女が舞台に立つっていうまあことっていうのがあるから、そのロジータっていうキャラクターだけ一人だけこうなんか解放感があるシーンがこう挿入されるっていうのがあって、そこはやっぱすごい良かったなと思うんですけど、その感覚で言ってるから、そのロジータが主役ってなるってなった瞬間、あ、これは来たなっていう、まあ、感じがあったんですよね。まあ、それでまあロジータは、まあ、今回は、まあ、高所恐怖症なんだけど、まあ、歌の途中でバンジーをしないといけないっていうのがあって、まあ、前作もそうなんですけど、まあ、それぞれ の, そのキャラクターが、まあ、自分たちの個性とかその才能っていうのをすごい持ってるんだけど、全員がすごいやっぱ使い方が悪いんですよね。ハリネズミとかも、まあ、ロックなんだけど、だけどポップスを歌わせようとするとかですね、こいつは歌がうまいで、世間的にはロックよりもポップが受ける、だからポップをやらせようっていう、なんかそれぞれの扱い方がすごくうまくなかったっていうのがあって、そのやっぱ劇場が全部崩れたことによって、自分たちがやりたいことをやれることをやろうってなった時に、それが全部ガチってハマったから、最後めちゃくちゃ良かったっていうのがあるんですけど、今回もそれみたいな感じがあるんですよね。だけど今回のはその、まあ、なんかミスマッチとかではなくて、やっぱそのネクストステージに行こうとしているからこそ、自分たちのできないことをそれでもやろうとするっていうことですね。だから前作で結構やりきっているところがあるんで、まあ、ここから先どうするのかなと思ったんですけど、まあ、これはこれでやっぱちゃんと描くべき内容だったなっていうのがあって、まあ、何よりやっぱ何やかんやって全部うまくいきましたってなってからの一番最後のカットですね。コアラが子供の頃一番最初に劇場でその見て、あ、これが自分の生きていく道だ、これをやりたいんだって思ったっていう、その彼がその1からその2までずっと紆余曲折を経て、一大舞台ですね、そこに立てることになって、そして彼が一番上から舞台を笑顔で眺めてるところでこの映画が終わるっていうのがあって、まあ、完全にこうすごい見事な感じで、その1作目から2作目まで、まあ、綺麗につなげたなっていう感じで、まあ、バシッと終わったらっていうのがあって、まあもう3はもういいかなっていう感じがあるぐらい、そのバシッと終わったなっていうのがあって、すごい良かったなと思います。ということで、まあ、シング、まあ、前作からなんですけど、とにかくその、まあ、有名な曲とか、まあ、ヒット曲とかめちゃくちゃ出してくるんですけど、まあ、今回すごい良かったのが2曲あるんですけど、ビリー・アイリッシュのバッドガイですね、これの使い方がめちゃくちゃ上手かったんですよね。そこはもう笑えるぐらいすごい良かったですね。で、あとその後ですね、カメラのおばあちゃんがですね、キャロウェイのとこに行くところですね、赤い車でぶっ飛ばしてるところ、あそこで流れてるのがですね、システムオーバーダウンというバンドのチョップスイという曲で、まあ、僕が世界で2番目に好きなバンドなんですけど、まあ、そのバンドの一番売れた曲ですね、まあ、それが使われててですね、めちゃくちゃ良かったなと思います。ペットの方でもですね、一瞬流れるんですけど、まあ、そのシステムオーバーダウンですね、使ってきたなっていうのがあって、そこはすごい良かったなと思います。ご都合主義っていうか、結構そんなんでいいんだっていうか、なんか普通に解決しちゃうなとか、そこ突きちゃうんだっていう、まあ、そのご都合主義的なところあるかもしれないけど、まあ、だけどそのシングっていう、まあ、その世界観がそれをありにしてるから、あんまりノイズにはならないっていう感じがあって、そのどんどん突っ込んでいくので、本当にどこも悪くなかったなっていう感じがありますね。普通にめちゃくちゃ良かったですね。ということで、今日はこんな感じで終わろうかなと思います。こんな感じで新作映画見たらすぐにリ
ビューするというチャンネルなので、チャンネル登録の方ぜひお願いします。でこの後僕短編が撮ったんですけど、それの予告編が1分半流れます。ラブソングに捧げられた恋人たちというタイトルで、通常版とディレクターズカット版の2つがあります。で通常版はユッコロードショーさんの自作短編がサイトで出させてもらっていて、でディレクターズカット版は僕のチャンネルの方で出します。どちらも概要欄にリンク貼っているので、興味がある方はそちらを見ていただければなと思います。ということで終わります。